こんばんな。どうも。こんばんな。やっほーみんな。マリッペ、マリッペだよ。こんばんは。あ、早速みんな集まってくれてありがとうございます。どうもどうも。なーなー、ハローハロー、みんな何してるんですか。好きです。こんばんな、こんばんおめ水晶、はあ、かかってないね。うだったらいいんだけどね。ありがとうおめ水晶はいける。今日はさっきラジオにゲストで出させていただいてからのインスタライブです。あ、中津中。いいですね。こんばんな、夜勤お疲れ様です。はーい、フルボお疲れ様、ありがとうございます。現地行きました。知ってるよ、みんな来てくれてありがとうございました。ラジオのね、観覧にね。あ、お酒飲んでますよ。楽しそう。みんなで飲んでるのかな。東京とかお疲れ様でした、ありがとうございました。すごい楽しくてあっという間でした。ねえ、なんか皆さんがすごくね、温かく受け入れてくださって楽しかった。そう、今日の私服、今日の衣装は私服です。お気に入りのお花ベスト、メガレモンサワー、いいね。メガレモンサワーいいね。コスモス最高でした、ありがとうございます。じゃあ早速コスモスの話からいきますか。この間ね、10月29日にね、無事にセカンドライブコスモス終わりました。あ、今日はちなみに今日のシャイマンはピュレ組です。堀真理さんと一緒に買いました。で、濃いグレープサイダー、これで、これ最強ですよ。もうシャインセット、みんな食べたことあります？これ、私初めて食べるんですけど、期間限定だって。ピュレ組プレミアムっていうのあるんだ。やった、ご褒美の一粒らしいんで、今日はねセカンドライブのご褒美食べます。いや、本当に見に来てくれた皆さん、一緒にね冒険に参加してくれて本当にありがとうございました。楽しんでもらえました？ありがとうございます。シャイマだよ。あ、もうやばい、この開けた瞬間から香りが、これは本物ですわ。もう食べてないけど、まだ、うん、かわいいね、かわいいね。いただきます。うん、うん、うん、うまっ。ちょっとこれはやばいっす。あの、ちゃんとスパークリングしてる。プレグミって酸っぱいだけじゃない、ちゃんとあのね、シャイマお姉様が中にいらっしゃる。うまー、食レポ
ワード。本当ですか。ちょっとジュレがほらって濃密な果実ジュレが入った贅沢な美味しさの一粒ですって書いてある。シャイマお姉さまいるよ、みんな買って。前回の時もみんなルックね買ってくれてね。今日もルックありますよ。マジですか。一粒だけしか一粒のルックが今日もいるんだって、うん、そうです、とっても美味しいですよ。そうスパークリングなの。なんかねスパークリング仕立て果実食感グミって書いてある。美味しい。ぜひみんなで胃の中を揃いにしよう。ルックめっちゃうまかったねえ、美味しかったよね。嬉しいな、同じ美味しいをね共有できて。そうそう、コスモスね、感動しました。よかった、最新歌聴けたことが本当に幸せでした。よかった、よかったよ。今世紀最高のライブでした。本当本当にそのまま受け取りますわ。いや嬉しい。でも本当にね、ね、コスモスロスやばいよね。いややっぱりもうね、本番のねやっぱみんなが一緒に歌を聴いてなんか音楽に乗ってねくれたこと、なんか会場に来てくれたこと、それだけで本当に嬉しくて、本当に私も夢見てるみたいだった。楽しすぎて。コスモスの会場から職場がガチ近くて不思議な感覚でした。そうなんだ、お茶の水。確かにね、仕事しに来てんのか分かんなくなる。でも一応冒険だったはず。宇宙の果てまで連れてってくれてありがとう。いや、そう今回はねインスタに載せたカバー楽曲でめっちゃ楽しみな曲があるって言ってたのは桜学院のコラ、カバー曲でプラネットエピソード008っていうね、惑星のことを歌った曲をカバーしたんだけど、私もねもともと宇宙めっちゃ好きだから、今回の世界観の旅の景色の一つとしてプラネットエピソードがね、わめっちゃ歌いたいと思って。木星さん、はい、木星さん2023最高でした。よかった。そうなんかやっぱプラネットみんなどう反応してくれるかなって思ってたんですけど、イントロ流れた瞬間にすごいはっって喜んでくださった方もいて、いやそのねやっぱみんなの顔見れた時はねシャーと思ったよ。うん、最近ちかもうね頭のループなんかループするよね。いやね、でも桜の曲予習してきてくれた方もいっぱい聴いてくれて本当にありがとう。本当に、ね、一緒に盛り上がれてよかったな。ぜひ新曲の話も。あそうですね、そう花びらペダル初披露させていただきました。いかがでしたか。いやもうすっごくね可愛くてもう溢れるキュンキュンが詰まった一曲なんですけど、最高、イエーイ。あそう今回ねその振り付けをね考えて
プロデューサーの方とみんなで考えて作ってみたんです。ちょっと怖いな。大丈夫かな。おー、うおー、せーよかった、大丈夫だった。フラグメントス入れる。いやでもあの曲の振り付けもね、はい、2時間くらいよ。2時間も言い過ぎかな。結構考えたよ。結構考えましたよ ね。そう、ここはこうかなって、ね、鏡見ながらみんなで。そう、もう君が好きのところはもうどハートどうするみたいな。なんかね、あのちゃんと綺麗にハートできたらいいんだけど、私の手首硬すぎてなんか縦になっちゃうよみたいな。最初なんか君が好きってハートを手前なんか前にするバージョンもありだねって話してて、うんうん、これもね、ああそう、指ハートバージョンももういろいろね迷ってね。でもやっぱライブだからなんかこれがちっちゃいかなとか、うん、マイク持ってるしねとか。あ、そうそう、みんなのキュンアイデアをねたくさん考えながら決まった好きポーズ、君が好き。ちなみに結局これはマリナちゃんで決まったね。あ、そうですね、うん、そうね、そうね、そう、今日これやってくれてる人いった、みんなやってくれてて嬉しかった。よかった。ハート丸になってる時ある。マジバレてた。なんかね、かその場に行ったら女性陣堀真似さんとプロデューサーさんは柔らかかった手首でも男性のスタッフさんと私は硬かった。いやでも多分バトン混ぜるから手首の問題じゃないと思うんだよね。そうかそうか、確かに、うん、と私は思うんだけどな。肘なのかな。あ、肘じゃないか。あ、肘か、うん、で こうやると私も無理だよ、さすがに伸ばしすぎなんだと思う。ちょっとこうすれば。なるほど、そう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 、ちょうどいい加減を見つけよ そうそうそう。あ、親指親指さ全然曲がんないんだよね私。なんかこれが最めっちゃ力入れてるんですよこれ本当に。あ、でもあれもどういうこと？でもどういうこと？え、なんかめっちゃ指こうめっちゃこうグッていく人いるじゃないですか。それはその人がレアだじゃん。違う、でも絶対、いや、え、待って、ここがそれぐらいやろ。え、あ、待って、堀前さんも仲間だった。え、なんか、え、ちょっと聞いてみて。え、ちょっと待って、みんな親指反る。ちょっとこうやってこれやって、こうやってやって自分の親指どこまで引く。普通に、あの普通にそんななんかもそうちょっと力入れてるぐらい。小指ならそん、いや小指もそんない。え、じゃあ私の周りにいる友達とかみんな普通に親指行くんですよ上に。え、マリナちゃんピースしてみて。あ、確かに小指、あ、小指回ってないね。ほら全然反らない人が多いよやっぱ。あれ本当だ。え、そうなの？めっちゃするし。え、90度やば。え、やっぱり、え、絶対堀前さんと私は仲間の親指だと思う。うちの夫めっちゃする。やっぱそうだよね。やっぱ人によるんだ。人によるっぽい。へー、あとコメントであったけど、吹っ飛んだブレスレットは帰ってきました。あー、そう。本当に失礼しました。あの、ちょびっくりしちゃいましたよね。あの、でも多分キャッチしていただいたんですよ私その瞬間見てて。本当にあの怪我がなくてよかったっていう気持ちと、突然飛ばしてしまって本当にごめんなさいっていう、ね、で無事に帰ってきました本当にね、うん、でなんかこれ、ね、お指反る人はなんかめっちゃ器用みたいな、でも反らない人は不器用っていう。私何が不器用なの、手先が。なんか性格ざっくりざっくりだよ。
あーよ、みんな よく見てるね。1回目は下に落ちて後で拾ったよね。そう、お昼の回はね、なんだかんだハプニングがいっぱいあったかも。タンバリン落としちゃったりとか。あ、不器用あー、ちょっと不器用図多いね。類友かもしんないね めっちゃ反る。あー、器用かもしれない。もう邪魔が違うってことほらえ、そう、びっくりしちゃったあ、目の前の人がキャッチしたねえ、ちょっとね、ちょっと気をつけますわ、次以降はね。でも今回セトリのさ、組み方がさ、はい、やっぱり、はい、でブログにも書いてたけど、うん、そこがね、そうですね、そう、今回は本当に MC はあえて挟まず、まあ、あのほぼ挟まずに、そのショーとして最初から最後までみんなに楽しんでほしいなって思ったから。そう、やっぱ1曲目でね、ユニバースで一気に世界観作りたいなと思って。 MC なし、あー、よかった。そう、なんかね、やっぱこの世界観に没頭してもらいたいなって思ってたから。昼公演終わった後はね、なんかみんなこのスタイルのライブどうだったかなって、楽しんでもらえたかなって、ちょっとドキドキしてたんだけど、息が気持ちよかった。おー、嬉しい、そう言ってもらえると。なんかね、そう、みんなで一緒になんかその会場で呼吸してる感じがだんだんしてきて、それがすごい私も歌ってて心地よかったですよ。最後の三方向のお辞儀の貫禄やばかったです、先生どうもどうもなんかね、あれもちょっと舞台とかミュージカルっぽい感じでね。うん、そうっすね、やっぱね体力、いや、もうシャインマスカット差し入れしてもらったからね、あの日はね。あ、初めてでした、 MC なし、ぶっ通しのライブ。おー、そうか、でも楽しんでもらえたらよかったな。やっと挨拶するのかと思ったらアンコール突入してたいや、ね、そう、アンコールなんだってなったよねきっとね、みんなね、あのスタッフ間でも、はい、そうだよねって見てましたわかんないよねっていう、ね、やっぱ知ってるとなんかわかるんだけどね。堀真似さんナイスです、やっぱ探り探りでした、そうだよねいや、そう、私もそう、ハゲて衣装着替えてる時に、あれ、やばい、みんなに、あ、やばい、アンコールって伝ってないかもみたいな、やばい、どうしようってなってたらね、じわ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 とね察してくれたみんながね、言ってくれてね、ファーストライブって声出しができなかった時期だったじゃない、うん、はいはいはい、なんか感動しちゃった、うん、みんな声がね、すごい出してくれて、本当に、うん、そう、それこそもう始まる前、そのユニバースでスタンバイしてる時からみんながそういう名前呼んでくれたりしてたのが本当に嬉しくて、あ、ライブだって、ライブってみんなの声があってね、完成するというか、周りになってコール聞こえましたよ。いや、もうずっと聞こえてましたよ、本当に。なんか実は着替えとかも本当時間がないからすぐ袖でやってたから、なあ、そう、結構会場の声は常に聞こえてたよね。あ、そうですね、そう、常に、うん、うん、声出せるって幸せだなって思いました。ああ、いや、出しすぎて、いや、すいませんじゃないよ、もうありがとうなんだよ、本当にアンコールとは言わずみんな戸惑って周りがコールしてた。あ、そうね、そうだったね。いや、でも本当になんか声出しできるようになって初めて歌う曲とかもあったから、
あ、こんな風にみんなコールしてくれるんだとか、なんかそこですごい、あ、なんかね、曲がどんどん進化していった感じがあって、本当に幸せでした。着替えめちゃくちゃ早かったですね。そう。でも夜の会は実はジャスト・ア・リトル・ビットの前間に合わなくて、着替えてる途中でイントロ流れちゃって 行かなきゃーって言って行ったらイヤリング落ちちゃいました あ、なんかせっかくだから瀬戸里奈の、はい、決めた時のうん、どうやって決まったとかも。ああ、そうですね でもなんか私の中ではやっぱその、まあ、ユニバースは最初深海から始まっていくけど、その後バイオリン幻想曲で、まあ、陸に上がり ちょっと森の中に迷い込むというか、バイオリンの声が聞こえてきて、まあ、ちょっとその年齢感も、まあ、少女かなぐらいの女の子が森の中冒険していって、でバイオリンの妖精と出会って、で結構上の方まで登るんだけど、途中で妖精と別れちゃって、どこだどこだって迷ってたら、山頂にたどり着いて、でたどり着くと同時に年齢も上がり、水鏡の世界が始まるっていう。でやっぱ山頂からの景色見ながら、なんか美味しい空気吸って、で夜明けが訪れてみたいな、ちょっとそこでお姉さんになるというか、精神的にも上になって、でまあその後一眠りし、朝がやってきて 空っぽの私に突入で、空っぽの私も、まあ、元気な女の子が、まあそこから草原かな、MV の世界観にちょっとね私は寄せてやったんだけど、草原駆け巡りながら、大きな布をね持ってるような気持ちで歌い、でその後優しい人で、もうちょっと帰り道歩きながら まあ夕焼けの中一人でちょっと振り返るというか、森の中で一人座って自分のことをね、ちょっと俯瞰しながらね、どうやったら大人になれるんだろうみたいな風にモヤモヤしながら、気づいたら寝落ちで目覚めたら、いや惑星やんみたいな、急に「いや待って、目の前宇宙ですけど」っていう。急にギャル味が そう、ギャル味出るぐらいの、夢の中、ここから結構ファンタジーにどっぷり使っていく世界になって でも惑星の世界を冒険ですよね。もうね、それはもう宇宙空間、そう宇宙なんですけどってなって、でその後ミッドナイトレールね、やっぱ同じ宇宙つながりで、まあ、プラネットエピソードでは初めて見る惑星とか、まあね、ワクワク感とか、なんか初めて知れた嬉しさとか、まあ、そういうものが多かったんですけど、ミッドナイトレールはちょっともう弾けようっていう、ちょっともうレールからはみ出してもう一個奥のね、なんか知らない世界見に行こうみたいな感じで、難しい難しい まあね、そう、まあソパラネットとミッドナイトで宇宙を冒険して、でその後私たちだけの森で一旦ちょっと打ち上げしようっていうことになり でも私たちだけの森ももう夜
夜中の打ち上げみたいなテンションでやりました今回はね。やっぱライブだし、なんかリリベでやるときとかまたちょっと違う景色というか世界を私はイメージしてやってて、そうせっかくペンライトもあるしライブだし、いつもより砕けた私たちだけの森やりたいなと思って。夜中の打ち上げ楽しそう。そうでもみんなもめっちゃ歌ってくれたじゃないですか、ララララララのところ、まあ、最初から完璧だったから最高だった。光のチュロス、そうねえ楽しかったな私たちだけの森。そうで打ち上げして、まあこれで帰ると思いきや Welcome to another round、 魔法はまだまだ続くよっていう、まだまだもうね楽しいことは永遠っていう、なんかそれをナノランドで表現したいなと思って、いや声出しまくったよ本当に。ララ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 のところ、私その今回のライブでナノランドこんなに広がるんだってなんか初めて感じたというか、初めてナノランド披露した時って多分オンラインのライブだったからみんなの声なかった、うんうん、じゃないですか。でそうで、ね、ファーストライブの時も声出しはなかったから、今回のナノランドで初めてみんなとラララララが合唱できてすっごい楽しかったですね。懐かしいね、本にして出版してほしい書こうかなそうで入園してまだまだいけるよってなって、まあ、入園しちゃったらもうアトラクション乗るしかないやん。で昼の部はパンプキンパレードでね、まあ、マンションですよ、H マンションみたいな堀内マンションみたいな感じの世界にみんなをご案内ですよしてね。そうみんな、私はあの時はもうお化けになってたんで、みんなにちょっかい出しに行くぞっていう気持ちで歌ってましたね。そうで夜の部、あそうね、夜の部はプリーズプリーズプリーズなったんだけど、そう堀内マンションですよ。みんな楽しかった楽しかった、マント姿見たかった、ああそう迷ったんですよね、桜ではねマント羽織ってたけど、でもそれって肩車してもらわないといけないから、肩車してマントをひらひらするっていうのが桜ではあったからね、ちょっと一人で肩車できないなみたいなね。だから今回は旗フラッグをね使ってやろうと思って、そうでパンプキン行って、あそうで一旦、まあ、ファンタジーエリアは終わりでファーストアルバムのナノストーリーのフーっていうねインストゥルメンタルを流してもらってたんだけど、その時はまあみんなにそれまでのライブの時の思い出というか、その日の楽しかったこととかそういうのをなんか、まあ、なんだ思い出にしてる時間だったりとか、まあ、なんか脳内で日記を書いてもらうみたいな、なんかそういう時間として受け取ってほしいなと思ってやってたんですけどで、まあ、その後ジャストアリトルビットで、まあ、現実世界にはなるんだけど、でもそこでこれまで過ごしたファンタジーの思い出も魔法も全部連れていったまま新しい世界を冒険しようっていう、現実世界でも自分の夢に向かって進むってこんな楽しいんだなとか、そういう新しいワクワクを歌いたいと思ってジャストリトルビット行って、でその後桜色のメロディーも、まあなんだろう、自分にとっての青春とか、私にとっては桜学院だけど、みんなも
学生時代とかこれまでのねこととか、まあ、今現在でもいいんだけど、なんかやっぱ大事にしたい思い出とか信念とか、まあ、そんな難しいことじゃ言わなくても、なんか楽しかった青春の思い出とかそういうのを全部連れて現在を進んでいこうみたいな、そういう気持ちをお手紙にしてみんなに伝えたいなって思ったから、桜色のメロディーを歌って、で一旦ね、その次新曲入るから、でそこからはお花の世界に入るんで、まあみんなに新曲のことの紹介をして、そう言葉でね短く伝えさせていただいて、でそっから花びらペダルで一気にもうときめきの世界、もう春ですよ、ときめきだからね。そうで、あーなんかもう好きになるっていいなとか、なんかやっぱときめく気持ちって大事だから、そういう春満開の世界に突入し、でフローラでもうそのまんまもう自分の夢も過去も全部咲き誇れみたいな、もうそのね満開のままお花に囲まれて幸せをかみしめ、でみんなとも一緒にダンスして、その瞬間を最高に楽しみ、で夢に行き、最高に楽しい時間をすべて詰め込んで日記にして、うん、まあ夢日記はあんまり語るものじゃないかなと思うけどね、 その日だけの夢日記にとして閉じて、うん、でまあアンコール菜の花はやっぱり、まあ、原点でもあるので、私の初めて作った曲だから、始まりはいつでも遅くないというか、いつだって今が始まりっていう、そういう思いを菜の花では伝えたいなと思って届けて、でまあ三宝霊先生登場しで最新歌は、まあ最新歌はもう全て歌に込めました私の全てをみんなに伝えたいというか、そうね、私の全てがある歌をみんなに聞いてほしいなと思ったので、というちょっとストーリーに合わせて衣装も作っていただいたり、そうですね、そうなんですよ、今回はね3着させていただいて、でもみんなもあのインスタで衣装の、ね、紹介したやつとかすごい感想をもらえて嬉しかったな あみんなしみる、あフローラフリーできたと思うね、みんなの動画見てくれてありがとう、みんな完璧だった、うん、ね、頑張って踊ってくれてありがとうね、でジャンプ楽しかったね、本当にめっちゃ飛んでたねみんなびっくりするぐらい、でも最高だったなあーよかった、大以上の可愛さね、一着目はマーメイドを意識した衣装を作ってもらって、襟にパールもつけてもらったり、フリルもね、なんか海の中をこうゆらゆら揺れてるような感じがね、お衣装でも表現していただいて、イヤリングもねすごい可愛かったんですよ、あの時の
なんかサンゴみたいな感じになってて、それを衣装さんが探してきてくれて、スカートに最初キラキラ初めて来た時はまだなかったんですけど、ライブの日に衣装さんがつけてきてくれて、1着目のスカートのねどこにあのキラキラはめっちゃ可愛かったんです。マーメイナマーメイナやで。なんか話それるけどさ、はい、ハロウィンブロマイドあげた時みんなテンナテンナ言うからね。あそうそうそうみんなねうまいね名付けるのそうみんなゲットしてくれましたか今年は天使になったよ。よかったイヤリングよかったありがとう、購入させていただきました、ありがとうございます。天使の時、ハロウィン当日だけアポロベイクルーザーのプロフィール写真が変わってたんですけど、そのプロフィール写真は輪っかついてるやつだったんですよ。みんな見た？でもあの輪っかね結構ねおもろ輪っかで、なんか意外とねここの繋いでる部分、そう繋いでる部分が絶妙に長いっていうあれで、ちょっと顔とその輪っかの距離結構あるなみたいな感じになっちゃって、なんか私とお嫁さんとかメイクさんとかはあちょっといいんじゃないみたいな、ちょっと面白い系でいいよみたいな感じで言って撮ってみたんだけど、でも撮ってみたりちょっとなんかよねちょっとみたいなリボンの方がいいんじゃないみたいな感じになって、そうなのよ、棒が長かったんだよね。でもその日その私服着ながらメイクしてもらったんですけど、その時に輪っかだけつけて撮った写真があるからそれアップしますねかわいいとしか思わなかったよかった、いやかわいいって思ってもらえたらねみたい。優しい人の次がいつもセルフカバーなのは意図的なの？おお、たまたまかも。うん、たまたまかもしれない。確かにそうか、ファーストの時もそうだったね。スリーパンダかな。ペンライトの色はステージライトの色が正解？あんまり決めてないんだよね。そうですね、そうあんまり決めてないから、逆になんかみんなが思い思いに自分の感じる色で応援してくれてたのがすごい綺麗だったんですよね今回ね。このステージから見ててみんなの色が、ブロマイド、ルちゃんと天使とあくまでしたんですか？たまたまなのよ、これは本当に。そうなんですよ、すごくないたまたま、本当に何にも合わせてない。でも2人で写真撮ってたよね。あ、撮りました撮りました、ね、そう、それは、うん、楽しみにしててくださいそうよ、そうね、桜色のメロディはピンク、そうだね、うん、あとフラッグもね振ってくれてたし、あわちゃわちゃしちゃった気になって、なんか舞台見る感覚だと、うん、なんかそのマリナちゃんが今話したストーリーが、はい、その正解なわけじゃなくて、うんうんうん、見た人の捉え方もあると思ってて、はいはい、なんかそういう意味ではなんか思い思いの色を振ってくれると、うん、なんかこの人はこう思ってるんだなって思うから、うん、私的にはなんかすごい、うん、なんかいろいろでいいなって思う。はいはい、うん、いや本当にそう、
うん、私のねストーリーはあくまで私の見た解釈だから、本当にみんなが思う色をやってくれたら嬉しいな。確かにお花畑みたい。確かにいいですね。あ、ツーショットお願いします。わかりました、載せますね。お、怒らないで。あげ、載せるから。あー、なるほどね。あ、揃ってた方が綺麗かなと思って合わせちゃいました。うんうんうん、そうか。なんか桜色のメロディーとかはピンクで揃っててももしかしたらいいかもしれない。そっか、確かにね。今回は前に言ってなかったもんね、みんなに。そうか、まあでももうね、そうだね、ちょっと今後の参考にさせていただきますね。そうだよね、合わせちゃうよね。確かに事前にやっぱこの曲はこの色っていうのが分かってた方が分かりやすいか。もしそのなんていうの、合わせた方が綺麗だなって私が思うのがあったら。逆でカラフルにいてほしい曲もあるから難しい、ね、難しいですよね。ね、堀丸さんの解釈素敵です。難しいな。うん。髪色もライブのために緑色に変えてきました。やっぱり。見ましたよ、あのみんなのね感想を見ててね。そっか、緑色、うんうん、コスモス意識。うん、そうだね、この曲だけは絶対これがある時だけアナウンス。うん、そうしますね。うんうん、確かに。ナノランのカラフルな方が可愛い。確かに。あ、ホイワイバナ素敵でしたね。そう、あの本当に皆さん素敵なお花をありがとうございます。みんな可愛かったんだけど、コスモスいっぱいのもうピンクのお花もイラストをねつけてくださったお花も、シャイマの妖精さんからのお花も、コスモスってあの風船で文字がねついてて青いっぱいのお花も、本当にありがとうございます。あのイラストのやつはすごく素敵なアイディアで本当にびっくりしました。感動して。そう、ペガサスにね私が乗ってて、頭にコスモスのそのお花がついてて、洋服かな。ああ、ありがとうございます。あ、マリマリさんが見せてくれる。あ、そう、ペガサスの羽か、尻尾とか翼に星座がかい、ね、ついてて、本当にもうセンス素晴らしすぎますね。でしかもこれが牡牛座らしいですね。なんだか、いやちょっともうこのグッズ欲しいぐらい。ね、しかも白ブーツも当たってるっていうね。すごいよ本当に。みんなで協力してね、この完成させてあのくれたっていう名前がみんなの書いてあって、本当に一人一人にありがとうの思いでいっぱいです。みんな綺麗だった本当に。あのお家に持って帰って飾ってます。めっちゃいい香り。堀内絵師最高、本当に最高だよ。
プレゼントも無事に届いていたようで何よりそう。あの本当に一つ一つその日のうちにね、そうそうなんですよ。みんなの皆さんまとめてくださってその日のうちにお家に持って帰ってお手紙もプレゼントも一個一個ちゃんと受け取りました。本当にもう泣いちゃいましたよ私手紙読みながら。本当に嬉しくて、当たり前じゃないなと思ってお手紙に文字書いてね渡してくださって、なんか一文字一文字すごく嬉しくて、いやありがとうなんですよ本当に。いや長文いやすみませんじゃないよ本当に、全然もう本当に嬉しい。終わった後すぐ感想の手紙送りました。 ありがとう。あの届いたものは早速私も今日受け取って始まる前に読ませていただきました。今日も送っちゃった。ありがとう。いや全然もう私の方が字下手だから大丈夫。そこか。昼公演終わって書いたから支離滅裂だった。全然もういやむしろ嬉しいですよ。なんか勢いというか生の感想を伝えていただいて、コスモス感あるレターセット見つけたのでお手紙送りました。おー嬉しい。そう手紙ね、あの VIP 席の方には今回あのお手紙をお渡しさせていただいて、あのハンコをね消しゴムでハンコ作って実はあの堀森さんと一緒にあのさせていただいたんです。その様子も動画撮ったのでありますね。そう待っててください。皆さんがいつもお手紙送ってくれるから少しでもその気持ちをお返しできたらなと思って、あよかった。あそう消しゴムハンコでした。初めて作ったんだけど楽しかったなんかそう最初はねなかなか慣れなくて合ってると思いながらね彫ってたけど、桜と星とクラゲの3種類ねありますのでちょっと頑張って明日中にあげたいと思ってます。ありがとうございます。ね、難しいけど楽しいよね。いやもうね、あと消しゴムハンコ余白を残すか残さないかの葛藤が見えてよかった。葛藤したいよ葛藤したいよ。あフレンズの余白思い出しました。あそうねフレンズの時もね作文読み合いましたな。いやでもほんとなんか無事に終えられてみんなと楽しめて本当に良かったです。 CD 物販の直筆ブロマイドも当たりました。ありがとう梅水晶、おめでとう梅水晶、すごいラッキーですね。消し版作るの楽しいよね。楽しい、もっと作りたいわ。ちょっとハンドメイド系いいなと思いましたやっぱりね。え幸せでした本当に。でもみんなと一緒にね同じ空間でみんなとしかない時間って本当に特別だったから、ちょっとまたねライブできるように私も次の冒険に向かって頑張ろうと思っておりますよ。もうちょっとねいっぱい曲も作りたいなとか思って
あナナストーリーの CD、 あ買ってくれたんですね、ありがとう。ブロマイド出たらまたリボンでレコりたいです。あいやーね、ブロマイドのケースをねリボンでね可愛くデコっていただいて、すごいですもん、あのセンスも嬉しい。いやぜひぜひまた遊びに来てください。そうでもそうだ、今日話してたけどさ、はい、次に会うのが東京ドームって、そうなんですよね、そうみんな東京ドームだよやばくない？だってもう1ヶ月なんですよね、もうあともう1ヶ月とちょっと、うん、ちょっと、うん、やばやばいよ、どうする？異次元フェス、いやそう、お見送りの時に次はドームでって言ってくださった方がいて、ドームかみたいなあれあれ次ドームいやー本当にもう今すっごいね、なんか楽しみなんだけど本当に現実かみたいな、1ヶ月後経ってるのかみたいな、その初めての感情すぎてドキドキです。ドゥームだよねえ、会場で一番大きい声でルリカちゃん叫びます、頼みますうん、いやでも本当いろいろ楽しみにしててほしいねそうですね、そう1月にはスクールアイドルミュージカルの公演もありますので、ね、いや楽しみ、東京ドームシティで僕と握手、えドームシティシティねあーはいはいはい、楽があるしね、楽アスパいいわ、そこの温泉ラクアスパの岩盤浴めっちゃいいよ、おすすめ。でもなんか聖子さん、今回ね、うちの事務所だけじゃなくてさ、中にさ、はい、お友達もいろんなね、そうそう会えるからね、そうね、まあ、細かさんもそうですし、みんなそうそうそういるんよ、かりんちゃんとか中島ゆきちゃんとかね、会えるから楽しみだな。多分裏で撮った写真がいっぱい上がるんじゃないかな。上がりますね、これは。写真いっぱい撮ろう。なんか最近いろんな人と会うときにドームで会った時写真撮ろうね。ああ、なんかね。そうそうそう。駒形さんなんてうちの楽屋だよとか言ってくれて嬉しいよ。うん。そうね、密着映像見たいかな、どれこれ見てね、告知ありがとう、完璧な告知ありがとう。そう初めてね密着してもらって、なんかすごい、密着こんな感じみたいな、ドキドキしながら撮ってもらったんだけど、私もどんな風に撮ってもなんか映像が完成するか今からめっちゃ楽しみ、うん、楽はいいよね、そうめっちゃサウナの種類あるよねいいんだよ、たまにいるかもしれないけど見かけても汗かいてたら、あ汗かいてたなと思って今日もねサウナの話してたからねあそうそう、でもちょっと水風呂だけはねまだ勇気が出ないんだよね、医学的に言ったら体に悪いらしいから、うーん、やっぱりほら心臓がびっくりしちゃうからあ、まあそりゃそうですよねそうそう、さっきまで暖かかったのに急にみたいな、あるしね、なんか今日そのさっき出演してた、はい、さっきのハッシュタグで、はいはい、なんかゲームのね熱盛の話をしてたりして、そう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 、推しの住民でしょ、あなんだっけ、あちゃちゃちゃパタヤじゃなくて、じゃあパタヤじゃなくてもう一人のチャチャバルか、チャチャバルって全然なんか種類違くないあれ全然違うか、ええ鳥ってこと、
いや違います。ああ、じゃあちょっと周りは合ってるよ。あの羊の子でしょ。あ、そう、羊の筋トレ好きな子。チャチャマルですね。チャチャマルな。チャチャマルが好き。みんなは？我々さんはちなみに。私の推しですか？はい。うわ悩むな。別になんかこの子特別って子は実はいなくて、島にいる子がみんな好きなんだよな。悩ましいな。確かに。うん。なんかそのあつ森で言うとさ、うん、その最初に2人さ一緒に住む子がいる。はい、あ、はいはいはい、初期住民って。はいはいはい。まあ、なんか嫌でもやっぱり愛着湧いちゃう。確かに。そう、愛着湧いちゃうし、そう思うと選べないんだよ。あ、選べない。みんな好き、みんな好き。そうね。確かにな。ちゃちゃまる手紙くれるからな、いっぱい。なんか元気出せよみたいな。キャラメル推し。え、キャラメル？ワンちゃん。あ、ワンちゃんね。そっか。リッキー推し。リッキー？リッキーもワンちゃんか。ワンちゃん？ちょっと調べますね。リス？リス？公式空間。あ、そう、あ、初期住民ちゃちゃまる、あ、一緒だ、だからかな。5歳のメイクがくるくる動かして虫取って遊んでたよ。虫取るの意外にむずいんだよな、なんかいつも逃がしちゃう。でも最近はあのラッコから真珠もらうって海のシリーズの家具作るのにハマってる。え？あ、でも、え？海水浴って？あ、そう。まだできるの？あ、できます。あ、そっか、年がら年中できるか、あれは。多分。いや、そうなんよ。ちゃちゃまる見た目に反して熱血系だからギャップがいい。そうなんよ。そうなんよ。やっぱりあれなの、今いろいろちょうど落ち着いてゆったりしてる時期じゃない、お休みだけど。そうですね、ちょこちょこ。はいはい。今何をしているの？何してるかな。あ、でもまあマリカ始めた。急に始め、そう、スイッチのマリカ始めたりとか。何してるかな。意外となんかね、まあ、ピラティス。そうね。あ、でもいろん、うん、そうね。ご飯友達と行ったりとか、友達と会う、高校の時の友達だったりすること多いか。あ、そう、スイカゲームもね気になってるんだよね。やってます？堀真ね。ね、私はミルセンかな、はい、あー、ミルセンか。買うとやっちゃいそうで。あ、なるほど。ちょっと気になってんだよな。なんかでもそれこそスイカゲームは携帯でやったら絶対ずっとやっちゃう、寝る前とか。そう、スイッチもそうだけど、寝ながらでもできちゃうから。うん、そうっすね。あれは睡眠時間削れるなと思ってやってない。うん、まさしく。梅水晶が数は本当ですか？え、本当だよ。嘘つかないから、梅水晶。いや、そう、ちょっと恥ずかしいけど、ちょっと恥ずかしいけど、本当にご飯にかけて食べちゃう。そのままでも食べるけど。食べちゃったよね。うん。ピクミン、あ、ピクミンはね、まだやったことないな。やってます？みんな。いや、そう、マリカでもむずいんよな、やっぱり。なんかスイッチのマリカむずい、 DS と違って。そうなんだ。うん、なんかカーブしてんのに全然違う方向に曲がろうとしちゃったりとかするし、あとなんかアイテム運悪すぎてめっちゃ当たるんですよ。なんかもう甲羅ばっかぶつかってるし、すぐ80位になる。
ちなみに私マリカ結構やってるから、ああ、マジですか。ゲーム配信も全然できますね。あ、本当ですか。あのそれこそ視聴者の皆さん参加とか、確かにできますよ。そっか、みんなでレース参加できたら楽しそう。うん、できるできる。やりたいな。下手だけどごめん。先に言っとく。マリカどのキャラ、カロン。なんでカロンなの。いやなんか小学生の時にその DS でやってる時になんか惹かれてカロンに、でそっからずっとなんか、なんか軽そうだから、なんか骸骨の子だ、そう骸骨の。逆走してまう。それあの旗来るでしょうか、逆だよっていう人。あとドリフトね、ドリフトね、コツいるよね絶対。私もうまくできないまだ。あ、キノピオかわいい。スイッチ、そうだね、マリ、うん、あー、スイッチ使わないといけないかもしんない。あ、クッパね、クッパ使いこなせるようになりたいな。いつもあのドッスンに踏まれる。レインボーロードで落ちる、うん、わかる。でもレインボーロードはなんかいけんだよね。宇宙だしね。あ、そうですね、虹好きだしね。そう、好きなものがいっぱいだから。そうだね、そうだ。ちょっとじゃあ暇な時にやりますか、はい、やりましょう。やりましょう、本当にみんなもやろう、一緒にやろう。なんかそのまずは見て、配信見て、もしなんか、うん、ね、なんかあ楽しそうとかやってみようって思ったら、あ、そうですね、ね、無理せず。そうですね、無理せず。じゃあちょっと1時間経つんで告知しておきますか、ね、はい、あっという間だ。いきますね、音楽バラエティドレスキーとコレスキーにアシスタント MC として出演しています、テレタマにて毎週土曜日、23時から放送中で、見逃し配信は毎週月曜日に配信していますので、ぜひチェックしてください。今来たばっかり、嘘やこのくだり、お約束。はい、そして異次元フェスアイドルマスターラブライブ歌合戦に、スクールアイドルミュージカルとしてゲスト出演します。12月9日土曜日、10日日曜日、東京ドームです。はい、そしてスクールアイドルミュージカル、2024年公演に主演の椿瑠璃花として出演いたします。1月11日木曜日から21日日曜日、シアターミラノ座で公演いたします。今回は文化祭&高野祭スペシャル公演ありますので、ぜひペンライトうちわいっぱい振って応援してもらえたら嬉しいです。あとね、ちょっとまだお知らせできてないけど、はい、なんか楽しみなこともやっぱりそうなんです。みんな楽しみにしててください。なあ、ドゥームです。じゃあスクショしときますかね。いつもシャイマ系になるけど、ちょっと今日もシャイマで行かせてくださいな。ちょっとシャイマのお姉さん見出したいな。肩に乗せて、すいません、むずい、ちょっとこういうグレープさん、ちょっと、いや、ちょっとやっぱり見てほしい。あ、ちょっとベストの中に入れよう。どういうこと。あ、じゃあこう、あ、むずいわ。あ、じゃあ頭に乗せて。よし、じゃあみんなスクショタイム行くよ。
絶対炭酸開けるときやばい。あやばそう。やばいやばい、怖怖怖。みんな取れました。一瞬過ぎた。取れた。取れた。一瞬だった。ちょっと怖いわ。カオス。おい、すいません、すいません、忙しかった、撮れました、よかった。何のスクショやねん。スクショやで、これがスクショや。そうだね、冷やしておきます。あマリナちゃんは冷やせないよ。そうなんですよ、ちょっとね、冷たい飲み物が苦手で、ちょっと炭酸なんだけど、ちょっと常温がいいんだ。びっくりしちゃった。えっって言ってましたもんね。炭酸冷やさないのかと思って。そう、常温の炭酸、常温の炭酸ってやばいね、なんかまずそうだね。文字にするとみんなもやっぱり冷たい派か、割と常識なんかな。意外、ぬるたにも良さがある。優しい。あー、横に倒しておくと炭酸落ち着くらしい。あ、そうなんですか。コメントに来てる、ありがとう、教えてくれて。置いとこう、多分そっちの方が転がらないと。あー、そうですね。もうこっちに。よしよし、さすがです。あっという間だね。あっという間ですね。ちょっとまだまだ話足りないぐらいだけど、1時間経ってしまった。そうだね、でもまあ私は、まあ、もうちょっとねゲームしたりいろいろのんびりした時間を過ごしてもう稽古頑張っていきたいと思います。あ、でもそれこそ、うん、あのゲーム配信、はい、予定決めちゃう。あ、決めちゃいましょうね。え、そしたら、はい、私の方のこれで見てもらって。あ、あ、あります。7日の、はい、7日のお仕事終わり会社に、うんうん、あ、もらってよろしいですか。いや、ありです。じゃあ皆さん7日の何時ぐらいが皆さん来やすいのかね。あ、確かに、なんかあのせっかくなら視聴者の皆さん参加型で、うん、やれるんだったら。そうですね、皆さん何時ぐらいが来やすいんだろう。あ、じゃあ、あ、7日の夜みんな何時ぐらいがいいですか。何時ぐらいだったら一緒にやれる、もしくは見れるかな。配信は YouTube ですかね。そうですね、21時くらい以降で、うん、おお、そうだね、平日だもんね。遅めでお願いします。うんうんうん、10時ぐらい。おお、うんうん、ああ、あー、今日と同じぐらい。なるほどね、うんうん、11月の7日ですよ、もうもうすぐ、うん、来週火曜日、うん、じゃあやっぱ21時ぐらいがいいのかな。そうですね、20時半か。確かに、そっか、今日は20時半からでしたね。遅めね、まあやっぱそうだね、皆さん平日だからね、うん、そしたらちょっと、なんか違う話しちゃう。ちょっと、お願いします。はい、あ、今日の靴、ランダ、あ、そう、ランダに買いましたよ。あ、すごい、すごい、わかった。あ、色違い、イエーイ、おそろー。いや、ランダの靴、かわいいですよね。
ちゃうよ。ランダム靴履けたくとねテンション上がる。なんかうん、日本酒でいう生やね。そうなんだ。ちょっとまだ日本酒はねそんなにいっぱい飲んだことないんだ。なるほどね。みんなそっか。グッズそろそろ嬉しい。やった。あ、こんばんは。こんばんは。じゃあ、はい、11月7日火曜日の20時半配信スタートで、はい、まあ、ゲームが長めにやるんで、うん、途中から全然参加もできるし、うんうんうん、見る人も見れるしって感じにしましょうかね、うん、あ、はい。1時間ぐらいは多分ゲームみっちりやって、そうですね、うん、では絶対やると思うんで、うんうんうん、やった、決まりました。7日の20時半からやります。1時間は絶対にやるっていう、はい、うん、1時間は絶対やります。決まった、楽しみだ。練習しとこう。ちょっとね、なんでだろう、なんであんなぶつかっちゃうんだろうね。でもなんかマリオカートはあの上手い人のなんかこう何ポイントとか教えてくれるやつが、うん、え結構ちゃんとあったりするんで。あ、マジっすか。そう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 、 YouTube とか。そうそうそう、勉強しよう。帰宅、まだ開いててよかった。お帰りなさい。開けてきます。ありがとう。行きます。楽しみだ。ちょっとね、後でちゃんとツイッターとかにも告知出すんで。あ、そうですね。またね、ちゃんと出しますね。じゃあ、あと45分ぐらい、3分ぐらいかな、うん、そう、今日はジーパンキラキラです。キラキラに目がないんで。スイッチ買わなきゃ。まあ、で最初はね見るだけでも全然ねいいんで、うん、なんかそれこそのオンラインであの参加するってなると、うん、はい、オンラインの加入も必要になっちゃうから。ああ、そうなのか。そうなんで、あの本当にあの、うん、まあ、うん、うん、これだけのためにふりしてから。そうですね、見てるだけでも多分楽しいから。うんそうですね、うん、よろしければぐらいな。うん、よろしければ、ぜひぜひ。うん、寝かしつけ終わってギリギリ間に合った。お疲れ様です。お母さんニットにチューリップさんいっぱい咲いてるね。そうなんす、今日も紫どっかで花咲いてる、ね、あー、そうですね。いるよ紫。本当に気がついたらいつも紫ばっかりね、なんですよ。うん、見る線 OK だよ全然。いやー、ライブ終わって何時頃寝てますか。え、なんかね、あのセカン、いや、コスモスの日は正直全然寝れなくて4時ぐらいまで起きてた。いや次の日多くなったしね。そうです。そう次の日多くなったから。家帰ってご両親もさ、いらしてたから。あ、はい、そうです。そういう話もしたの。あ、しました。そう家族で話してて結構時間経って、まあ、1時間ぐらいか話して、うん、でみんなのお手紙とかプレゼントとか見始めて、あ、お風呂入る前にそれやっちゃうともう、ね、そうなんですよ。なんか、いや、お風呂入ったら終わっちゃうみたいな気持ちで一日を終わらせたくないという。そうなんですよ。
でそれでみんなの読んだりとか、あとまあ感想とか、なんか今その日に感じたことを書き溜めときたくてノートにバーって書いてたらもう3時とかなってて難しいのはやっぱりお手紙とかも全部読んだ後に書くんだ。あーそうですね、まあ、今回はかな。へえ、アドレナリンがね、もうそう、アドレナリンがあってほしくないよな。そうないよな、疲れてない。いや全然疲れ、なんかね疲れなかった、なんかアドレナリンなのかな。まあさすがにその2日後ぐらいはちょっとアドレってなったからあちょっとまあ休んだ方がいいなとは思ったけど、うん、来てくれた皆さんもね。そうですよね。そうですよ。あ、私も4時半まで起きてました。本当。じゃあ同じぐらい起きてたんだね。でもハッシュタグとかもね。いや、そう。本当に皆さんのね感想本当に嬉しくて、なんかトレンドも入ってって名前が本当に嬉しかった。行く前も手紙の下書きしてて寝たの26時過ぎ。ほんと、いやーそっか、うん、ありがとう、ほんとにちゃんと受け取ったよお手紙。でもわかる。あーわかりますあそっか、やっぱりこう行く前の、はい、こうしかもプレゼントを当日出せるってなるとさ、やっぱ何書こうってでしかも特に前日がやっぱりね一番こう、はいはい、気持ちがね、確かに、その日確かに、なんかその気持ちそのまま伝えたいってなりますもんね。そう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 、はあ、いや、いや本当にみんなもありがとう、堀までさんばかりで。せっかくなんで22時ぐらいに終わりましょう。ああ、そうですね。話すことであれば。はい。帰り道、世界がいつまで輝いてた。ああ。なんかそれこそあのイラストとかさ、VTuber さんとかはなんか自分でハッシュタグ作るじゃないですか。ハッシュタグでイラスト書いてくださいとかあるけど、なんかなんか。ね。そう、イラストめっちゃ本当にもう。もう今すぐに描きたいぐらいちょっといっぱい描いていこうと思って今。なんかマリナちゃんもあげるし、うん、こうファンの方で描いてくれる、皆さんが描いてくれるやつも一緒につけてくれたら、はいはいはい、あの見れるじゃない。確かに。みんな逆に何つけてんだ普段。堀内マリナなのかな。何つけてるかなみんな。堀内マリナ、なんだろうね、私のハッシュタグって確かになんかもうライブとかそういうのがないと、うん、まあそれかね名前でハッシュタグ堀内まりな、ああそうですね、うん、めっちゃ下手です。いや私の方が下手だから大丈夫。いやでもまりなちゃんはね絵上手になったよ、なんか。あ本当ですか。書く企画やりすぎてあれなんか上手になっちゃったなって。あやばいやばいやばい、おかしいおかしいなっちゃったなだってで私4コマとかもなんかね、あのネタはいっぱい溜まってるんですよ。私それをいっぱいちょっと、あ、イナスト、あー、あー、いいね、いいですね。あー、いいね。なんかアートをもじってナートとか、あイナストもいい、かぶってなければ。確かにイナスト、ナート、うまくなっちゃダメっておかしいよね。おかしいよね。イナストも被ってないですね。ああ、本当だ。ナートイナスト。マリナート。おお。ああ、わかりやすい。わかりやすい。マリナートいいですね。いいですね。うん。あ、被ってない、被ってない。おお。なんか結構ね、今日のハッシュタグであの今日の
ゲスト出演したやつで、うん、はいはい、なんかそれこそなんていうの、なんか皆さん結構いっぱい書いてくれるんですよね、中津とか、うん、そう、やっぱなんかね、みんなで共有できるのあるといいなと思って。あ、いいっすね。あとその皆さん の, そのファンの名前も決めたい。そのファン名称、まあね、ずっと決められてないもんね。そう、あ、そう、表入りなとかなとね、なと人気、あ、じゃあ決めてください。今のところ全部被ってないので。そうですよね、マリナートかな、うんうん、じゃあちょっとこれから皆さん使うときと、マリナちゃんも自分の絵をあげるときはここに書きましょう、はい、決まりました。イラスト、私のイラストとかを描いていただいたときとか、私が描いた絵はマリナート。マリがひらがなで、ナが、あの、マリちゃんの名前のナで感じで、はい、カタカナでと、そのひらがなで伸ばしてと、はいはい、あ、カタカナかな、これか、はいはい、これか、ひらがなでも可愛いけどね。あ、なんかマリがひらがなだから、うんうん、ともひらがなでいいかもしれないです ね。ああ、それがいいかも。じゃあ、な以外ひらがなで。はい。マリナート。マリナート。ともひらがなになりました。うんうん、決まったー。ファンネームね。そう、ファンネーム何がいいかなって。あ、そう、マリナート、決定。なんか今まで書いてあげてもいいし。そうですね、確かにまだあげてないやつあるな。あるな。あります。こう、書いたのはちょっと昔かもしれないけど、高校生の時とかとかに書いてたやつ。なこくの民。かっこよ。これまで今日決めちゃうとすごい長くなっちゃうので、ちょっと温めましょう。そうですね、あ、今年中に決めます。今年の目標、はい、今年の目標、あと2ヶ月。あっという間じゃん、やば。ナビと。みんなセンスいいな。わかんない、こうやって書いて、あの、ウミンチュみたいなノリかも。あー、沖縄やん。あ、そうね、質問もね、そう、そうよ、そう、体調崩しちゃったとき。そうね、ちょっとね、ちょっと私がちょっとダウンしちゃってすいませんね。あ、楽しみにしてる。うん、もうでもここまで来ると名つけたくなるよね。そうですね。うん、だってもう今日なって持ってくれてたもんね、あの漢字だけで。仲いね、夜会みたい。仲間ね。ああ、仲間もいいよね、うん、まあ、シンプルにみんなの名が なっていうのもいいなとは思うんだけど、みんなね、うん、うん、ちょっと100の質問はまたどこかで仕切り直します、うん、はい、はい、そうさせてください。マリナとみんな、うん、似てるね、なんか生か。入れ替わっちゃった、仲間、うん、仲間ね、うん、質問、いや、考えて待っててくださいな。入ってた方が分かりやすいよね。マリナとその下僕、あー、急に圧。そうだねー、なっぱ。
ナッパしか出てこなくて3つの思いつきなのに頭がナッパでいっぱい。あー、ナッパかわいいかも。ナッパね、みんながナッパってことか。なれるんですかじゃないのよ。七大国の国民、うん、七大国ね、七大国にナノランドあるんやな。ナッパ大、うん、ナッパ大かわいいね。悩むな、悩んじゃうな。あ、でもそれはちょっと別途配信作ります。はい、そうです ね、 はい、大事な名前なんでね、うんうん、一回決めちゃったらね。いやね、ほんと。じっくり考えますね、ゆっくりね。ナッパ隊、頭浮かんじゃうね。ピクミンみたいな感じでみんながこういるの、かわいいね。あ、そうだね、やっぱみんなそうだね、しっかり考えた方がいいね。でカチューシャできそう。おー、あり。あー、クマちゃんはクマミン。クマミンな。クマタミかな。あ、クマタミか。うん、うん、あ、いいね。フェス終わって、おー、いいですね。みんなフェス行くんですか、年末。みんなそうか、まあ、行く人ばっかじゃないか。チュロス型ペンライト、かわいいね、絶対かわいい。作りたいな。もうね、今年もあと2ヶ月だからね、やり残したことないように過ごしたい。あ、パフュームさんのカウントダウンライブいいですね、いいな。年末年始仕事なもんで、お、ファイトです。主婦は地獄ですね。あー、そっか、忙しいですよね、いろいろ準備したりね。いや、尊敬します、本当に。チーズナン、それはチーズナンやな。4コマグッズ化してほしい。そうね、4コマのグッズってなんだろうね。なんだ、あれとか、しおり本の。やり残したことありません、かっこいい。かっこいいね。4コマタオルね、新しいかも。4コマメモ帳かわいい、ありだね。あと1分、みんなあと1分で終わります。いっぱい話してくれてありがとう。またね、ゲーム配信もするけど、ゆっくりお話ししましょうね。ピラティスは継続中ですよ。なんかやっぱね、通い続けるとね、だんだん変わってくる感じがしてね、いいですよ。でも緊張しすぎてあばら骨痛くなったんだけど、その時に先生があばら骨触ってきて、あーってなった。今はやめてってなったけど、でもすぐ治った。
それこそラジオからの言いなりでこっちも幸せでした。ありがとな。ちょっと待って、もう22時になったなったんよ。ありがとね。チーズナン食べてください、今年中にね。じゃあまたゲーム配信で会える人はみんなぜひ待ってます。いい夢見てください。みんなもお疲れ様でした。ありがとね、大好き。おやすみなさーい。バイバーイ。あ、ドラコレ見てねー。